とことんやり込む、どうも、なおちんです。本日も、妖怪学園 YY 学園生活やっていきます。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はですね、これですね、アイテムの、こちら。ガシャコインですね。ガシャコインの効率的な集め方、集める場所、っていうのを紹介します。まあ、いろいろと集める場所はあるんですけども、まあ、俺が一番美味しいと思うクエストは、これなんですよね。まあ、それ、もっとね、あるかもしんない。もっとあるかもしんないけども、まあ、今のところ、ここがベストっていうところがあります。それが、こちらですね。はい、それでは、クエストはこれですね。極スパイラルは白日のごとくです。報酬を見てみましょう。長径検知ボールが1つと、プチスノーマン7個、ガシャコインが3つですね。はい。結構美味しいと思います。とりあえず、行ってみましょう。はい。それでは、倒していきます。で、すいません。この、敵倒すとき、ちょっと主題歌が流れておりますので、声はちょっと後付けで入れております。音をね、ミュートにして、戦闘すればよかったんですけども、まあ、ちょっとし忘れましたので、後付けです。まあ、この敵なんですけども、極なので、HP はね、若干高め。でも、他の極に比べたら低いですね。全然、ソロで余裕で勝てるぐらいの感じです。で、攻撃力も、まあ、極ほどではなくって、まあ、腸にちょっと毛が生えたぐらいかな、ぐらいの、HP ですので、まあ、戦いやすいですね。おそらく4人で、囲んでガシガシ攻撃すれば、そうだね、30秒ぐらいで倒せるんじゃないですか？30秒一周と考えれば、まあ、そうだね、話じゃないな。ローディングの時間とかも入れたとしても、1分で1回周回できる。なら、10分で10周か。結構お得ですよね。結構早く倒せる敵です。まあ、即死攻撃も、別に、あるのかな？ないよね。普通に全部ね、ダメージ食らってみたんですけども、最大で2000ぐらいしかダメージ食らわないので、即死っていうほどでもないですね。ひどいやつ本当に3000、4000軽くいきますんで。まあ、それに比べると結構可愛らしいダメージかな。はい。あ、まあ、倒しましたね。で、報酬で、なんか必殺技メダルが出たとか、そういうのは今のところないんですけども、まあ、出るかもしれませんね。まあ、とにかく、メダルはここが一番美味しいです。はい、こういう感じで倒せます。まあ、HP は低めなので、そう苦戦することもなく倒せると思います。まあ、ダメージ。極なので、若干は痛いんですけども、即死っていうほどのダメージもないので、全然余裕と思います。はい、経験いいですね。そして、長径検知ボール、ガシャコイン、美味しいです。で、クリアの後のこの MVP 選ばれるとき、今日はね、俺一人で来てるので、ないんですけども、パーティーで来ますと、これの報酬で、たまに、ガシャコインもらえます。しかも2つとかもらえるときがあるので、まあ、最大5個ですね。1回のクエストで5枚集まりますので、このクエストは超おすすめです。はい、それでは、こういう感じですね。これ以外でも、まあ、ガシャコイン入手できるやつ、ありますよね。例えて言えば、普通に、クエストとしてあります、極クエストですね。塔の上のサドンですとか、エキセントリックトイレなどの極クエストでも1個もらうことができます。まあ、これをね、募集あった時に入って、1枚ずつ入手するっていうのも、まあいいと思いますし、一番美味しいのは、デイリーですね。デイリークエストの極が美味しいです。で、今日紹介した、白日、あれがね、3枚で一番美味しいですし、
経験値ボールか、あれも一緒に入手できるので、まあ一番お得だったと思います。うん、まあ他にも、デイリーの極クエストで3つもらえるやつもあるんですけども、まあとにかくデイリークエストの極ですよ。それを募集で見つけ次第すぐにね入って、クリアするっていうのがメダル集めの一番短時間でできる方法ですね。うん、まあデイリークエストはね大体ボス倒すだけなのですぐ終わります。うん、なのでそれをね、連続周回するような、クエストのね場所に入ればいいと思いますよ。うん、俺も一気に十何枚か集めたこともありますし、まあ運がよくいけば10周すればもう30枚とかですからね。うん、10周30枚ですよ。あ、プラスアルファか。うん、なのでだいぶ美味しいです。100個ぐらいだったらね俺1日で全然貯めれると思いますよ。うん、まあ俺も今、メダル貯め中ですので、次は100連回してみたいと思います。本当にねファッションが欲しいんですよ今。このこれね僧侶の服をしてるんですけども、魔法使いとか勇者の服とかそういうのが欲しいですね。はい、やっていきますのでチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。そいや。